ワスプは、アメリカ海軍の航空母艦。エセックス級航空母艦の6番艦。その名を持つ艦としては9隻目に当たる。スピンガーの愛称で呼ばれた。ワスプの浸水式ワスプは1942年3月18日に、オリスカニー E の艦名で、マサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール株式会社、フォアリバーズ汚染所で寄港した。 1942年9月15日に沈没したワスプを追悼し、1942年11月13日にワスプと改名される。1943年8月17日にマサチューセッツ州選出上院議員デビッド・ W ・ウォルシュの妹ジュリア・ M ・ウォルシュによって浸水され、1943年11月24日に 初代艦長クリフトンスプレーグ大佐の指揮下収益した。1944年12月8日、ウルシー艦渉にて1943年の終わりまで成長巡航を行い、その後補修のため短期間ボストンに戻った。1944年1月10日に、ワスプはボストンを出港し、バージニア州ハンプトンローズに向かう。同月末まで同地に泊まり、 その後トリニダードへ向かい2月22日に到着する。5日後ボストンに帰還し、太平洋展開の準備を行う。3月初めにワスプは南へ向かい、パナマ運河を通過し3月21日にカリフォルニア州サンディエゴに到着。4月4日に新珠湾に到着した。ハワイ海域での訓練演習に続いて、ワスプはマーシャル諸島へ向けて出港し、 マジュロ干渉で、マーク・ミッチャー中条指揮下に新たに創設された、アルフレッド・リー・モントゴメリー少将率いる、第58.6任務軍に加わった。5月14日に、同任務軍に属する姉妹艦のエセックス及び3、ジャシントと共に、ワスプは、南鳥島、ウェイク島への攻撃に出航その目的は、 新たな任務軍に戦闘経験を与えることと、航空機パイロットのための目標選択システムのテスト、および来るべき、マリアナ諸島進行作戦に向けて、敵の抵抗を弱めることであった。部隊は、南鳥島に接近すると分離し、サンジャシントは、北に向かい、日本軍の哨海艇を捜索した。ワスプとエセックスは19日と20日に攻撃を行い、島の建造物を破壊した。 アメリカ軍機は、激しい対空砲火にさらされたものの、同等の日本軍部隊に、大きな損害を与えた。21日は悪天候のため、航空機の発艦は取りやめられ、2隻の空母は再び、サンジャシンと合流、ウェイク島へ向かった。24日、3隻の空母から飛び立った、航空機部隊は島を攻撃し、ウェイク島の日本軍に、大きな損害を与えた。 しかしながら、それぞれの機に装備された目標選択システムは海軍が期待した性能を発揮できなかった。その後戦術航空部隊指揮官は部隊の機に対して攻撃指示を再開することとなった。ウェイク島への攻撃後、第58.6人無軍はマジュロ干渉に帰還し、マリアナ諸島攻撃の準備に入る。6月6日にワスプは同じく、 モントゴメリー少将が指揮する第58.2任務軍に転属となり、サイパン島攻撃に出撃した。11日の午後に、ワスプとその姉妹艦は、戦闘機を発艦させ、サイパン島及びテニアン島の日本軍飛行場への攻撃を行わせた。部隊はおよそ30機の迎撃機による攻撃を受けた。ものの、その大半を撃墜した。 激しい対空砲火にもかかわらず、アメリカ軍機は地上に中期する多くの日本軍機を破壊した。3日後、米軍の戦闘機及び爆撃機がサイパン周辺に展開し、6月15日に上陸するアメリカ軍部隊への援護を行った。その後6月の朝まで58.2任務軍と58.3人無軍の航空隊は、サイパンの海兵隊のための近接航空支援を、 行ったその後、これらの空母は、近接航空支援の任務を、陸軍航空隊に引き継ぎ、父島と洋紙前の攻撃から帰還した第58.1任務軍と、第58.4任務軍に合流し、マリアナ沖海戦に参加した。本海戦において、ワスプは、同警官の、バンカーヒルと共に軽微な損傷を負った。9月9日、ワスプは、諸隊。 ペリリュー、及びウルシーの攻略を支援するために、フィリピン南部の攻撃に向かった。ワスプを含む、空母部隊の攻撃隊は9日と10日に、ミンダナオ島の飛行場を攻撃した際、ほとんど抵抗を受けなかった。9月12日と13日のビサヤ諸島に対する、空襲も、同様に成功した。南部フィリピンにおける、日本の防空能力の欠如の報告は、 連合軍が11月16日に始める予定だった、ミンダナオ島攻略の中止し、レーテ島攻略を前倒しするきっかけとなった。1945年3月19日、爆撃を受ける1945年3月18日、ワスプを含む空母12隻を機関とするマーク・ミッチャー中将率いる、第58機動部隊の艦上機約1400機が、 第5艦隊司令長官、レーモンド・スプルーアンス大将による指揮のもと日本近海に現れ、九州、四国、和歌山などの各地域を襲った。これに対して日本軍は、宇がきとい海軍中将率いる第5航空艦隊が反撃を開始し、九州沖航空戦が始まった。神風特別攻撃隊を含めた日本軍機の攻撃で空母イントレピッド ヨークタウン、エンタープライズが勝破した。しかしこの日、日本軍は、特攻機69機を含む攻撃部隊全193機の、うち、約8割である161機を失い、このほか50機が地上で損傷を受けた。さらに、アメリカ軍機を迎撃した零式艦上戦闘機も47機の、損害を出した。米軍機の損害は29機撃墜、2機損傷に、 とどまった。翌3月19日、機動部隊の一部は、室戸岬のおよそ80キロ沖にまで接近した。艦上機部隊は主に、瀬戸内海を空襲し、呉軍港に停泊中の日本の水上艦艇の一部を損傷させた。これに対し日本軍は、特攻隊を交えた、出撃可能な全航空兵力をもって激しく反撃。 室戸岬に最も近づいていたフランクリンとワスプは爆撃を受け大破した。ワスプには一発の2 5 0ラム爆弾が命中して格納庫を貫通し居住区で爆発し、関西機の航空燃料が仮想甲板に流れ出して大火災が発生し、101名が死亡。死傷者の合計は約370名に上った。 ワスプは1945年4月13日、本土に修理のために開港された。復帰は終戦間際の1945年7月にずれ込んだ。修理の際、1 2 7ト、mm、ル機関銃4連装銃座が6機設置された。これはもともと陸軍の装備であったが、 特攻機対策の検証の一環で、エリコン 20mm 機関砲の代わりに試験的に導入されたものである。しかし、門数が増えても元々の威力や射程が劣るため、有効ではなかった。終戦後の8月26日、台風に遭遇し、波浪により飛行甲板が悪化する被害を被った。1970年撮影対戦後の海軍の縮小に伴い、 ワスプも他の同系艦の多くと同様に予備役に編入される。1947年2月17日に退役して保管状態に入るが SCB-27A 回送により近代化されることが決定する。ワスプは同系艦の SX と共に本回送を最初に受けた艦となった。回送を完了した後、1951年9月に 最終駅する。1952年、駆逐艦、ホブソンと衝突。ホブソンは沈没し、ワスプも損傷した。1955年2月には第一島、撤退作戦に参加した。1956年に、対戦空母、CVS-18 に変更された。1962年のキューバ危機では、封鎖艦隊に参加した。 ワスプは1971年7月2日にクオンセットポイントに戻り、続く2ヶ月間をバミューダ海域で行われる演習、スクイーズプレイ9の準備と実施に費やした。8月はフロリダ州メイポートに移る間に東海岸海軍予備役航空部隊と共に訓練を行った。 8月26日に母校に帰還し、翌月は母校で過ごした。9月23日に演習、ライコルテックス1から72に向けて出航し、10月6日に完了した。10月の残りは作戦活動に従事し、バミューダ、メイポート、ノーフォークを訪れる。ワスプは11月4日にクオンセットポイントに帰還した。4日後、ワスプは、 ニューポートニューズ造船所に向けて出港し、11月22日まで入居した。その後母校に戻り、年末まで同地に泊まり、退役に備えた。1972年3月1日に、ワスプの退役と除籍の予定が発表された。退役式典は1972年7月1日に実施された。ワスプは1973年5月21日に、 ニューヨークのユニオンミネラルズアロイ社に売却され、その後、スクラップとして廃棄された。ワスプは、第二次世界大戦の先行で8つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。